さあ今回は松山市の中心ロープウェイ街にあるある場所にお邪魔します。そうなんですよ。その場所というのがこちらです、はい、なんとお茶屋さんに今日はお邪魔します。じゃあちょっと、はい、せっかくなので、うん、このお店の中っていうのをご案内していただいてもいいですか。はいはい、じゃあちょっとお二階へ、はい、後ろ姿も色っぽいですね。夜だとまた雰囲気が全然違うでしょうね。わあ、これまた、はい、わ、2階はもう本当に畳で、うん、もうそれこそあの映画とかの世界、はい、あこの感じ、ここがあの舞台と言いますか。ちょっとしたミニのお座敷の時はこちらで踊りをさせていただいて、ちょっとここ座ってみてもいいですか。え、じゃあお二人とも踊りも三味線はその別の三味線も小歌とか羽歌とかもあの稽古をしないといけないんですけど、はい、あの妹の方が三味線は、私はどちらかというと踊りと歌担当です。三味線用語って普段でも使われてることが多くて、体の本調子じゃないのっていうのも、はい、あの三味線の音の合わせ方、調弦を本調子、本調子とか煮上がりとか三下がりって言うんですけど、それが合ってないことを本調子じゃないとか、そうなんだ、ドツボにはまるとかいうのも、あ、そうなんですか、三味線の音のツボがきちっと合ってないことを、勉強になるね。ね、三味線のお話になったから、ちょっと、はい、あの妹が、はい、うん、あ三味線を持ってきて、いやー、初体験。せっかく来ていただきましたから、お座敷遊び、やはり松山といえば野球犬ですね、発祥でございますので、はい、ぜひそれを経験して帰っていただけたらと思います。はい、こんな感じの座敷遊びってするんです
ですね。ありがとうございました。また今度は夜のゆっくり、はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。ドキドキちょっとあのいろんな感情が楽しくて、うん、まとまらないんですけど興奮冷めやらない。そういうこと楽しかった ね、 ね、思ってたイメージよりもすごいこう気さくに接してくださったから、うんうんうん、なんかリラックスしてくつろげたし、しかもなんかやっぱりあの文化の一つとして日本にずっと残っていってほしいなって思う。そうよね。でこの松山鍵盤自体にもすごく歴史があって、うん、それをまあいろんな形で継承しているっていうことだし、うんうん、いやー